こんにちは、斉藤です。今日は結構皆さんも気になると思うんですけど、テニスで一番重要なショットってやっぱサーブですよね。誰でも最初に打つショットなん でサーブについて僕今までまだあんまり詳しく話してないんで、今日はサーブについてちょっと皆さんにお伝えしていきたいと思います。で、実は今年の4月から僕ももっと YouTube も力入れたいっていうのもあるし、やっぱりもう少しサポートしてくださる方欲しいなっていう気持ちがあったんで、新しくチームを組んで新たな仲間と共にやっていくことになりました。よろしくお願いします。こんにちは、小畑です。ビジョンっていうチームで今やらせていただいていて、斉藤さんの YouTube のこれから企画とかを作っていくので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。スライス、フラット、スピンみたいな感じで、まあ、プロの方どういう風に試合で使ってって、どういう風に意識して練習しているのかっていうのをちょっとプロの目線で見せてもらいたいんで。はい、まあ特に気をつけるところはないんで、フラットの時に気をつけるのはフラットで打とうっていう気持ちで、スライスはスライスで打とうと思えば打てるし、スピンはまあそのまま打てば打てる。まあ、そんな感じで今日はもっと細かく実際はやっていってもらいますので、お願いします。じゃあちょっと打ってみます。お願いします。しますまずフラットサーブは僕普段の試合では言うほど使ってなくて、ファーストサーブでもだいたいドフラットで打つときって4分の1ぐらいじゃないですか。結構少ないですね、はい、多分みんなが思ってる僕のフラットサーブって僕の中では微妙に回転がかかってるんですよ。ああ、なるほど。だからそうなると僕の中ではフラットサーブじゃないんですよ、まあ、しっかりじゃあ確率が高い。そうですね、確率とコースやっぱ狙える対回転量とか力加減で基本的には打ってます。その調節ってどういうところでしてるんですか。やっぱ自分の調子とかスコアとか、あと相手のリターンの調子とか、そういったところで感覚で変えてます。ああ、なるほど、はい、じゃあまずは僕が普段打ってる本当のフラットサーブをちょっと打っていこうと思います。今お見せしたのが僕の感覚の中ではこうドフラット、いわゆる本当に回転かけてないサーブなんですけど、僕が普段だいたい重点的に使うファーストサーブっていうのは少し自分の中で意識して回転かけてるんですね。それを今やっていきたいと思います。回転かけてる感じですか。実際気持ちかけてますね。こっちの方が入るんですよ。コースも狙えるし、やっぱフラットはもう一番上に自分が届く一番高い台なんで、こうまっすぐ打つんですけど、今ちょっと回転かけるときはこうまっすぐ打つよりは少しこう下から微妙にこう擦り上げる動きとかちょっと入ってて、まあ、それが少しあることによってやっぱ自然と少し回転がかかってて、フラットより落ちるサーブになってますね。まあ、まず僕が思うのはやっぱここのさっき言ったセンターの速いサーブがないとあそこ効かないと思うんですよね。フランス、なんかここが甘い選手がいくらあそこ行っても結構待てるんですよ。ああ、なるほど。こいつスライス系だなみたいな感じで、だからまずここに割と速いのがないとちょっとスライス効かないかなっていうのが僕のまず一つ競技者としては思うところですね。で、あと気をつけるポイントっていうのはやっぱここネットが高いんで、ワイドのスライスってやっぱどうしても相手外に追い出そうと思ってめっちゃ浅いところ狙っちゃう人とかいると思うんですよ、はい、でそれだとやっぱネットのリスク結構上がって、僕も結構あるんですけど、あ、なるほど、まあ、そこサービスラインと曲がってるところあたりを狙って気持ち浅くいくぐらいがいいんじゃないかなと思います、ね、あ、そこのじゃあ交わってるところやろうかなって、はい、戦術的に言うとセンターにしっかりフラット系のを見せておいて、はい、スライスでそれで追い出すサーブを中で使っていくみたいな感じで、はいはい、
技術的に言うとあんまり浅いところっていうよりは深く、ね、そうですね、ネットしないように、はい、感じですか、ね、はい。じゃあもう一回打ってもらって周囲点確認してみましょう、はい、お願いします。やっぱりスピン、まあ、こう下から上に回転かけるんで、相当ラケットも下から上にこう振り上げていく必要がありますよ、ね、でなんかサーブって頭の上から打ってるから、みんなこう上から下に打ち下ろすショットみたいなイメージあると思うんですけど、もうフォアで下から上に打つようなイメージにこう打ってますよ、まあ、とにかく回転量を上げるために、まあ、足もそうだし、ラケットの使い方とかそうだし、で自分でやっぱり自分のスピンサーブがちゃんとできてるかできてないかっていうのを測る目安としては、やっぱネットのどれだけ高いところを通した上でサービスラインの中に入っているかっていうのがやっぱ大事で、やっぱこれだけやれば試合でも自信持って打てると思うんですよ。ネットのこんだけあったらちょっと低くなったりとも入るし、ちょっと高くなったりも入るけど、やっぱ普段こういうとこ通して、ネットのこれだけのとこ通してサーブってる人って、やっぱ試合で緊張しちゃったらネットめっちゃかかっちゃうじゃないですか。だからやっぱり高いところ相当通した上で入るようなスピンサーブが打つというのって大事だなと思います。サーブありがとうございます、はい、っていただいたんですけど、じゃあどういう時にどのサーブを使ってどうやって試合していくかも気になると思うんで、はいはい、それを実際ちょっと解説していただきながら、はい、僕ちょっとやられ役で OK です、はい、あれやられてやられるつもりで立つんですか。いやもう絶対返すんで、じゃあそのままやっていきたいと思います、はい、じゃあお願いします、はい、まずフラットサーブ打つんですけど、まあ、フラットサーブ打つときは、まあ、単に自分がイライラしているときっていうのはダメなんですよ。皆さん単になんか強いサーブ打ちたいからって言って強くフラットサーブ打つのは絶対ダメで、まあやっぱりフラットは結構やっぱセンターに一番相手との距離が短い時にしっかり速いのを打って、やっぱ相手の反応を遅らしたりとか相手を少し弾いて次フォアで打ち込むためにやっぱ打つものなんで、しっかりとそういうことを考えて打っていってほしい。いや、あれちょっとダメですよ、プロと。はい。いやあ。当たる。スライスサーブはフラット打ったが、あと逆に相手を外に追い出す時ですね。で、スライスもやっぱりちょっと早めのスライスとより回転をかけて遅くしてより追い出すサーブとかも少し意識して混ぜながら相手のタイミングをこう外していくっていう。行くっていうのを意識して打ってほしいと思います。そこだけ。スピンサーブはセカンドサーブで打つときが多いんで、まずしっかり入れること、確率をよくで、次にやっぱり相手のタイミングを外したり、相手の打ちづらい高い打点でこう打たせたりするっていうのを意識してサーブを打ってほしいと思います。あとは上級者になればスピンの中でもスピンに少しスライスを混ぜたりとか、ボールの速度を変えるために回転量を減らしたり逆に増やしたりとか、そういったことをアレンジしていってほしいなって思います。結構やっぱあれっすか、高いとこ狙ってる感じ。意識して打ってるじゃあみたいです。お願いします。
かもしれない。やっぱりでも僕受けた感想的には、はい、まあ、実際何打ってくれるか先に言ってもらったんですけど、はい、まあ、その中でもやっぱりトスアップして実際フォームから分かんないのって何を、はいはいはい、練習するときはフォームを毎回変えずにやっぱ同じフォームで打つっていうのを意識してるのと、逆にフラット打つ格好を見せてスライスとか、スライス打つ格好を見せて逆打つとか、そこまでも行くんで今日は使ってないですけど、あ、はい、なるほど、はい、まあサーブはどれだけのこと皆さんにお伝えできたか分かんないですけど、まあフラットはまあまあドフラットに頼りすぎないっていうのと、あとスライススピンはまあ狙う場所とか、あとは回転量とスピードをやっぱ自分でコントロールして相手に対してどういうサーブが効くかっていうのをやっぱ考えてほしいですね。まあ僕がこう話すとどうしても専門的な、やっぱり僕もプロとして普段戦ってるんで、どうしても初級の方とか細かい部分にどこまでアプローチできてるかってちょっと分かんないんですけど、僕もそこに合わせていくと自分のこう持ってるものをうまく 100% 伝えきれないなっていうのもあるんで、もう僕が普段戦っていて感じている部分をそのままこのチャンネルで出していきたいと思うんでお願いします。あと今日初めてあのチームの仲間の小畑さんに出ていただいたんですけど、どうでしたかね小畑さんのリターンは。感想を全然コメントにうまいでも下手でも入れてくれていいんで正直な感想をお願いします。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。